神社、ツアーがよく地元で散歩で、向かうお寺も春日神社ですが、春日神社っていっぱいあるんですね。奈良の景観、私はこの景観が大好きです。今日の昼飯はあのラーメン屋にしようと思います。というよりもまあ最初からここに行こうとは決めていたんですが、前からこの道路にバイクで通るのがあって気になってたお店なので、今日は入ってみたいと思います。食べました。いや、ここは普通にうまい。これはうまい当たりだぞ。なんと言いますか、使ってラーメン、またラーメンの唐揚げセットを頼んだんですけど、ラーメンも唐揚げも、野菜も味が優しい。優しいというか味が薄いということではなく、なんか自然な感じ、なんか添加物が入ってる感じがしますね。地元のいいものを使っているのでしょうか。ラーメン屋を後にしてタイマ寺に行ってます。寺の前にバイクを置いてるので、バイクを取りに帰ってます。タイマ寺は、まあ、私が住んでるところからすぐ行けて、で結構お寺自体も綺麗で、でなんかちょっと食べる場所も結構あるので、僕個人としてはすごく楽しい場所でした。